速くするか遅くする、その日の魚の活性によってスピードも違ければ、ワンピッチで3セットワンセットで、3回をワンセットにして1、2、3回大きく飛ばすとか、それを1回、2回、3回、4回目に飛ばす、大きく動かすとかいう、そのジグが動くスピードと、ツアーをこう横向かせるスライドさせる幅を細かいのと大きいのとその組み合わせで、はい、開けてください。その日その時の状況に合わせた、ジグのしゃくり方のリズムを掴む方が、掴んだ人が評価につながりますね。Oh, God.